一問二問三問島問です。今回はですね、このプラ舟の上にかぶせる蓋ですね、蓋を作っていきます。猫にいたずらされないように、まずはですね、このたるきで枠を作って、そしてこのプラスチック製の網を、はい、貼り付けていきたいと思います。はい、まずは道具の説明からしていきます。電動ドライバーですね。そしてあと丸ノコです。で、材料はですね、たるきですね、たるきとあと網ですね、はい、プラスチック製の網ですね、はい、まあ初めて使うんですけど、このプラスチック製の網、ずっと僕は金網、はい、金属製の金網を使ってたんですけど、まあ、軽くて丈夫そうなので、はい、耐久性はどうなのか分かりませんが、まあ5年ぐらい持ってくれればいいですかね、はい、これぐらいの目の細かさですね。網目が1センチぐらいですね、約。長いビスと短いビス、そしてワッシャーですね、はい、これだけで猫よけのね蓋を作っていきます。まずは丸ノコでたるきをカットしていきます。はい、まずはこの長いビスでたるきをつなぎ合わせていきます。はい、まず枠ができましたね、はい、こんな感じで枠ができました。今度枠ができたら、今度枠に合わせて、はい、この網をカットしていきたいと思います。金網と違ってプラスチックは本当にカットしやすいですね、はい、めちゃくちゃいいです。その点加工のしやすさには本当に金網より数段いいですね。はい、カットが終わりました。カットが終わりましたら、ワッシャーとこの短いビスでこうやって中にこんな感じですね、入れて止めていきたいと思います。止まったら、今度はこのたるきでここ止めていきます。真ん中ここにフードタイマー乗せるような網で、あと真ん中に補強入れといた方が丈夫なので、はい、補強入れます、真ん中に。で、裏返して短いビスでこういうとこ止めていきますね、ワッシャーで。はい、できました。こんな感じでどうでしょう、はい、いいんじゃないでしょうか。完成です。簡単でしたね、はい。日装のフードタイマーも購入しました。どこに数字が書いてあります。こっちの黒い方がナイト、夜ですね、夜の時間。こっち白い、わかりますかね、この白いとこに数字が書いてあるのがデイ、デイということは昼の時間ですね、はい、が書いてあります。で、この 1,2,3,4,5 5本ピンがありますね。この5本ピンがあるということは5回上げれますよ、自動でということです。例えば、はい、お昼の10時に上げたいときはこのお昼の10時のところにピンを挿して
で、ここに来たら、この黄色のところに来たら、はい、このピンが落ちるようになります。この黄色のところは今の時間を指してやるところですね。この黄色のところに今の時間を合わせてください。はい。このピンが指したところにの時間に、これだったら10時。10時に餌が落ちますよっていうことですね。後ろはこんな感じになってますね。アップって書いてある方が上で、こうやって刺さってます。でこれ取り外して蓋を開けて、でここの透明なトレーの中に、この中にサクサクサクっと、はい、餌が入れれることになってます。で入れたらここで蓋をします。でここで餌の量が調整できます。これは完全に閉まった状態で、少しずつこれ開いてきますよね。これで調整できます。餌の量が、はい、これで調整してみてください。それではね、実際にね、餌が落ちるところもね、取っていきたいと思います。じゃーん、フードタイマーでできました。で後ろこんな感じになってます。昔いっぱい使ってましたねこれ僕。でたまに、まあ今はそんなないと思うんですけど、これと同じ機種使ったんですけど、日装のハズレってのがあって、ハズレは何かっていうと、これ時計がたまに狂うやつがあるんですよ。何個かに1個、今多分ないと思うんですけど、狂ってくるやつなんて。僕がそうですね、20代の頃に使ってた時はこの時計1個だけもう狂ってくるやつがあって、まあ、大変でした。まあそういう時はもう返品してもいいと思うんですけどね。はい、実際にねこれだけ餌を入れてみました。どのようにね落ちるのか、はい、やってみますね。はい、こんな感じで餌がねあげれるんですね。もう一回やってみます。はい、こんな感じで時間が来たら、そうですね、さっきのピンが押した時間にセットすれば、このように回転して餌が自動でねあげれるようになります。はい、それではですね、この完成したこの枠ですね、はい、ここにかぶせています。はい、ぴったりきました。いい感じですね。はい、表面も細かいのでこんな感じですね。はい、大成功ですね。はい、いい感じです。ぴったりじゃないですか。網も猫がバリかいても大丈夫ですね。はい、丈夫です。はい、すごい頑丈にできます。こんな感じで両面テープ、まだくっつけませんが、こういう縁とかにも置いてる人いるんですけど、僕はそうですね、前からこの真ん中好きなんでセンターにドンと、はい。で餌は朝一は赤虫をあげて、手やりですね、はい、仕事行く前にあげて、仕事中はこのフードタイマーで、はい、この須藤さんのこの浮上性の餌で、これは丸俊さんで購入した、はい、これも浮上性の餌ですね。はい、これは三代さんのこの浮上性の餌を3種類、まあいろいろやってみて、食いがいいやつ、消化にいいやつ、まあ、どれかなと思っていろいろ試してみてあげてみたいと思います。はい、こんな感じで今回の動画はこの蓋を作るのとね、鳥獣防止に、それとあとフードタイマー説明ですね。はい、次回は金魚をね常にお迎えしたいと思いますので、また次回もお楽しみにしてください。バイバイ。グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。